中古車販売の大手企業ビッグモーターが自動車保険の保険金を不正に請求した問題で、8月中旬に取引している銀行と協議する方向で調整していることが分かりました。信用が落ちて顧客が離れ、事業の将来が不透明になっているため、問題について謝罪し取引を続けるよう頼むと考えられています。でもなんでビッグモーターみたいな大企業が銀行に融資を頼むのか。だって社長の兼重親子はこんな豪邸に住んでるし、資金管理会社ビッグアセットの取締役でしょ。金めっちゃあるでしょって思わない？個人的に金がいくらあってもダメらしいんだ。では説明しよう。大企業が銀行に融資を頼む理由。資金調達の多様性。大企業は様々な資金調達手段を持っていますが、銀行融資はその中の一つです。銀行融資を活用することで、企業は資金調達の多様性を確保し、リスクを分散することができます。株や社債を発行したり、投資ファンドや個人投資家から資金を調達したり、金があるんだから自己資金を投入してもいいんだけど、銀行に一定額を融資してもらうことで安定した資金調達が可能になるということだ。大企業が銀行に融資を頼む理由。迅速な資金調達。銀行融資は比較的迅速に手続きを進めることができるため、急な資金ニーズや緊急の支出に対応する際に有効です。大企業でも予期せぬ支出が生じることがあり、その際に迅速な資金調達が必要となることがあります。今回のビッグモーターのやってモーター不正で売上が激減し、資金不足に陥る可能性が出てきた。社員の給料を保証するって言っちゃったものの、そのお金どこから用意しよう。せや、銀行さんに用意してもらおう。というわけ。大企業が銀行に融資を頼む理由。運転資金の確保。大企業も日常の運営において運転資金が必要です。銀行融資を通じて企業は資金を調達し、従業員の給与支払い、原材料の購入、その他の経常的な支出をカバーすることができます。どこの企業も運転資金がショートすることを恐れています。そりゃそうだ。手持ちの資金が不足して仕入れ費用や社外への支払いが滞ってしまって、下手すると倒産する危険性があるから。今回ビッグモーターは各銀行に今回の不正問題の謝罪、取引継続の要請に行くらしいけど、今後うちは融資しませんって可能性も十分にあるわけ。そうなったらどうなるんだろうね。大企業が銀行に融資を頼む理由。関係の維持。大企業と銀行との関係は長期にわたり構築されることがあります。銀行融資を利用することで信頼性の高いパートナーシップを維持し、将来的な資金ニーズに対応するための枠組みを築くことができるんです。ただし融資を受ける際には企業の信用評価や返済能力などが考慮されるため、財務健全性を維持することが重要です。あかん、ビッグモーターあかん。今のビッグモーターに企業の信用があって返済能力があると判断されるかな。公式ホームページによれば、取引先の銀行は三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行の3つの大手銀行に加えて、ビッグモーターの創業地である山口県岩国市周辺の地方銀行である広島銀行や中国銀行も含まれています。ビッグモーターは店舗周りの街路樹を枯らすなどの法令違反が疑われる行動も続々と発覚しており、銀行側からは対応に悩む声も上がっています。対応に悩む？つまり取引をこのまま継続するかどうかで悩んでる。ビッグモーターさんに融資するのは NG という判断に銀行が至る可能性が結構あると思う西中でした。また次もさあ見てくれよな。